はいどうも、タクタクです。迷い子たちのララバイやっていきましょう。と言ってもちょ、前回のやついろいろ解決してどうすりゃいいんだっていう感じではある。うん、なんかイベントがある。女の子がなんか右の方に来ましたけど、女の子だよね。なんだ今の。あ、もしかしてねえ、なんか お嬢様的な人。あ、ここ開かなかったよね、確か。開かなかったけど、あ、お前は、ほらほら、敵意は感じないが、それは、これはこれで扱いにくそうだ。お兄ちゃんは私のことがわかるの？いや、俺はお前のことは何も知らない。そっか。でも私たちのこと助けに来たわけじゃないんだね。お兄ちゃんの顔見たらなんとなくわかるよ。わかるんだ。部屋を調べさせてもらうぞ。話しかけてみる？お前はどこまで知っている？あの日のことを覚えているか？だんまりか、やりにくいな。お、なんかあるよ。ラブって書いてあるクッション。可愛らしい丸テーブルだ。丸テーブルの下に紙切れが落ちている。ん？何か拾ったの？いや、なんだろうな、これは。なんか、切れ端だね、本当に。もう、なんか繋がってるもん。なんだろうね、これ。私よくわかんないや。お姉ちゃん、あのね、それ私もよくわかんないんだ。同じクラスの男の子からもらったの。でも変な子なんだよね。落書きだからお手紙じゃないと思うけど。ほう、大事なもの。お、ミサンガ。剣が光に作ったミサンガのうちの一つ。他にも予備があるのだが今日はこれだけ。あ、待って、あ、ミサンガついとる。え、なにこれ。ちょっと今まで気にしなかったな。光のおやつ、お手軽カロリーまあ、お手軽にカロリーが摂取できるよっていう意味ですかね。光のポーチ。7つ道具が入ったポーチ。実際7つもないが、懐中電灯やチャッカマン、なぜか自作のピッキング用具も入っている。捕まるで。水筒。水、光の愛用の水筒。中身は冷えたウーロン茶。中身は少し減っている。あれだからね。使いましたからね。あくまで？うん。紙切れ。紙切れ手に入れるもんじゃないんだ。ここなんか上の方になんか、これ時間で消えちゃうのはなんで？他には？壊れていない。そこはダメ。触らないでお兄ちゃん。女の子ならいいかも。ダメみたいですね。女の子の部屋をやっぱ男の人がっていう絵がちょっとエグすぎるからこうしとこうか。女児用の帽子などがかかっている。立派なチック音機。棚の中にはカセットテープやレコード、8センチシングル、懐かしい !8 センチの CD などが並んでいる。一昔前のコンポが置いてある。カセットも CD も対応しているようだ。カセットも CD、カセットか、MD とかじゃないんだね。音楽関係のファイルや資料、教科書、楽譜などが棚に収められている。女の子の服の他に綺麗なドレスなどが入っている。男の人じゃないと分かんない説もある。お姉ちゃんお洋服は好き？普通の服が多いけどお嬢様って感じの服もあるね。可愛くて綺麗で華やかみたいな。お揃いの服とか持ってるんだよ。演奏会の前にお母さんが用意してくれるの。こういう服可愛いと思うんだけど私は着れないな。似合わないもん。そんなことない、お姉ちゃんきっと似合うよ。可愛いと思う。なんなんださっきから。え、なになに、どうしたの？やっぱりお兄ちゃん嫌い。女の子トーク、女子トークしたいんだよな、多分な。そういうもんなんだよな、きっとな。そういえば楽譜を欲しがっていた霊がいたな。そうなの？じゃあ持って行ってあげようよ。私の大切な楽譜持って行っちゃうの？貸してくれるな。え、貸してくれるな。お兄ちゃん、私のこと冷たい目で見るから嫌だよ。驚いたな。最低限の意思疎通ができる相手は、俺に対しては友好的だったんだが。お屋敷のみんなは、気のいい人が多いからね。私たちのことをどうでもいいって思ってる人に気づかない、気づけないんだよ。お兄ちゃんみたいな人にね。そこまで見透かしてるなら言ってみやる。お前の見立て通り、俺はわざわざお前たちを助けに来たお人よしじゃない。利害の一致という言葉を知っているな。互いの利益のために手を貸してくれるだけだ。日和様はどうしてこの人に頼ったんだろう。そっちのお姉ちゃんの方がよっぽど優しそうなのに、日和様？俺たちをこの屋敷に導いたのはやはり、上白日和なんだな。日和様がどこにもいないの。
助けを求めてることはわかるのに見つけてあげられない。俺もまだ目星をつけることができない。それほどこの屋敷は広くて謎が多いんだ。ということはこの子は、それにこの屋敷にはあの日に何が起きたのかそれすらも分かっていない連中が多すぎる。そしておそらくあの日には俺が求めている連中の情報があの日に隠されているはずなんだ。あの日の出来事を追求して俺が目的を達成するということは、それすなわちお前たちの望みが叶うということじゃないか。日和様を見つけてくれるってこと？結果的にはそうなるだろうな。そうすることで連中の手がかりが少しでもつかめるなら俺も協力は惜しまない。協力してくれるな。嫌だな、お兄ちゃんは少し私たちを殺した人に似てるよ。自分勝手で好きな人のことしか見えてない。額は貸してあげる。でも一部だけだよ。私お兄ちゃんのこと信用できないから何も教えてあげないもん。いずれ聞き出してやるさ。なるほど。おっと、どれが正解かわかんない。ということはこの子は、ああなるほど、やはりそういうことですね。ここのお手伝いの人の娘だから、これ沙織ちゃんっていうことなのかな。そういうことだね。楽譜さ、これさ、何がいいんだろう。もう一回例から聞けば、何のファイ、何だろう。何の楽譜を持ってくればいいか分かる。ちょっと幽霊のところに行こう。聞いてみましょう。いつもの曲じゃ。わしはお嬢様が一番得意とされるあの曲を聴きに来てるのじゃ。お嬢様の一番お得意な曲がお嬢様の一番じゃ。すなわちお嬢様の一番お好きな曲がわしの一番。わしとお嬢様の心はあの曲でつながっておるんじゃ。あの素晴らしい聴かぬとは貴様、そこに直れ。こいつはどうにかする方法を考えないとならない。お嬢様の一番好きな曲がすなわち一番得意な曲か。お嬢様の一番得意な曲って何なんだろう。聞けばわかるかな。まあ、なんか持ってけば良さそうな気もしますけどね。セーブしてね。それもなんか芸がないからさ、ちゃんと聞こうぜ。でもわかんないな、これだけ。もう一回女の子に聞けばわかんのかな。ああ、わかんないか。一番好きな曲。まあ一応、でも、ちょっとニャンコセーブしとこうぜ。なんか、事故りそうだから。よいしょ。で、もう一回戻って。もしもーし。ちょっと性格悪いけど信用できる人だって分かったらお手伝いするよ。あの日何が起きたのかも教えてあげる。女性を口説くのは得意じゃないんだがな。いずれにせよ、俺に協力した方が身のためだ。沈黙はそうになると分からせてやるよ。お兄ちゃんってお姉ちゃんにもそんなに冷たくしてるの？その質問に答える義務はないな。楽譜欲しい人がいるんでしょ。早く持って行ってあげて。だからそれが分かんねえんだよ。一番得意な曲。果たせない約束。悲しみを乗り越えて。曇り空の下。水のきらめき。優しい光。これなんじゃない？やっぱり。子供の字でコメントが添えてある。日和様やっぱりすごい。それくらい綺麗で思わず見とれちゃう。私ポート日和様見ちゃってるみたい。日和様何回も笑われちゃう。気をつけよう。でも本当に素敵。いや、これからヒントが選べるということだな。水のきらめき。日和さんのピアノに合わせて初めて歌った思い出の曲。数えきれないから練習したけど、私も日和さんもこれが一番演奏してて楽しいの。私たちはこの曲で心がつながってる。私がこの曲が一番好きって言ったら、日和さんも一番だって言った。あ、ということは、これだ。水のきらめき。他の曲も、ねえ、お兄ちゃん。なんだ、話す気になったか。そうじゃなくて、お姉ちゃんってお兄ちゃんの妹なの？そんな情報を俺が話すと思うか。教えてくれないの？私とお話ししたいのに。親戚だ。ちょうど俺の命になる。ほうほう。ということは。そして、今俺が放射で死んじゃったってことなの？だから常に俺の目の届くところにいても、いてもらわないと困るんだ。じゃあ、お兄ちゃんじゃなくて、おじちゃんだったんだね。俺はまだ若い。その呼び方はやめろ。俺も親戚の、本来おじさんって言われてもおかしくない立場の子にお兄ちゃんと呼ばせてました。呼ばせてたらおかしい。呼ばれてました。はい、
呼ばれています今も。また後でね、おじいちゃん、あ、でも僕 YouTube を始めやってて YouTuber だっていうのを知ってからはもうタクタクって言われてます。はい、ありがとうございましたありがとうございました。おかしい。お、どこ行くんだよ。どうした、ケンさん。私気づいちゃったっぽいんだけど、私何か隠してるでしょ。だってここに来てから様子がおかしいよ。挙動不審っていうか情緒不安定っていうか、焦ってることくらいわかるよ。私とゲンさんずっと一緒だったんだから。でもうちのつながった家族はもう私とゲンさんだけなんだよ。そんな私にも話せないことなの。隠してる考えがあるとするならば、一人で留守番させた方がよっぽど安全だったと思っていることだな。え、何言ってるの、意味わかんない。それこそはぐらかしてるだけってことわかるよ。そう思っているのは本当だ。というか危ない目に遭ってるのはゲンさんだけだよ。私は何も見えないし、わからないし、ゲンさんについていくだけで、守られてることもちゃんとわかってる。だから、何も危ない目に遭ってない。そうでしょ？欲しい。臆病者だって笑うか。え？俺は見知らぬ子供に見透かされるほど自分勝手で分かりやすい男だからな。俺の目的を秘めるべきか否か、すべて俺の勝手に決めることだ。それはつまり言いたくないってこと？話終わりだ。さっさと次に。分かったよ、ゲンさん。は？私、ゲンさんの探偵助手だから、ゲンさんの右腕になる女だから、このひかりちゃんの手にかかれば、ゲンさんの秘密も、弱みも、プライバシーなんてものも、何一つ全部暴いてやるんだから、隠し事一つもできないってことを教えてあげるんだからね。分かった？ゲンさん。ああ、分かった。よし、じゃあこれで話はおしまい。張り切ってお仕事の続きといきましょう。そうだな、この暗そうな雰囲気のゲンさんとは対照的に可愛い、なんかいい、明るいですね。ヒカルちゃんはヒカリと言ったりヒカルと言ったりしてすみませんけどどっちか忘れるのよ多分。上書きして、一応このまま行って、でこの方に楽譜を渡せば聞いてくれるんでしょうね。水のきらめきを渡した。懐かしいわ、よく聴いていたの。心が落ち着く曲よ。あなたも聴いてみて。この人の曲じゃない、あれ、この人お嬢様じゃないよね。はいはい。でこの人は、この曲はの曲じゃ。わしの好きなお嬢様が一番愛しておられる曲じゃ。じゃあ弾いているのはお嬢様じゃなかろう。なんじゃこの演奏は、ひどいったらない。お嬢様と比べたら、お嬢様と比べたら、これは冒涜じゃ、許さん。一言文句言ってやらんと気が済まないわい。あ、まあ解けたけど。貴様は何じゃその演奏は。お嬢様に対する無礼じゃ。そこへ直れ。ふふ、楽しい楽しいわ。この曲よ、指が勝手に動くわ。いつだってこの曲を練習していたのよ。生きてる、私生きてるわ。演奏やめんか。ゲンさん、その顔を見た感じ解決したのかな。解決したというよりは新たな騒ぎを呼んだだけな気もするが、少なくとも障害が一つ消えた。いやかましくはなったけどな。じゃあバルコニーに行ってみよっか。行ってみましょう。でここでロープを使うと、びくともしない頑丈な、柵だ。ロープを使えばここから下に降りれると思うんだけど、ゲンさんどう思う？そうだな、試してみる価値はあるかもしれない。ロープを使う。俺が先に降りてみよう。下の安全が確認でき次第声をかける。待ってる間そこ動くなよ。うん、わかった。気をつけてね、ゲンさん。幽霊ぐらいしか出ないんじゃないのか、ここは。よし、これでいいだろう。ロープの耐久力問題はなさそうだな。うん、ゲンさんどう？高くない？大丈夫そう？うん。ああ、なんとかな。よし、下に着いたぞ。気をつけて降りてこい。うん、わかった。言い出したのは私だけど、これ怖いよ。辛いだろうが気をしっかり持ってくれ。たとえ落ちたとしても下には俺がいる。怪我の心配をする必要はない。
やでもこう受け止められなくないか、なかなか高校生ってなかなかもう成人女性に近いですよ。乙女心分かってないよね。そういう心配はいらんか。うまくいったな、怪我はないか。うん、なんとか。よし、このまま横に抜けるぞ。草がくすぐったいよ。おお、綺麗なとこ見れた。外、やっと外だね。すごく久しぶりな気がする。ここは屋敷の庭か、多分そうだよね。すごい綺麗なお庭、水も綺麗だし、時計塔もすごくかっこいい。待て、一人で歩き回るな。うん、そうだね。二人でお外の探索を始めよっか。本当に綺麗な場所に出たね。へえ。色とりどりの花が咲いている。え、これでも庭に出たから何？ああ、にゃんこちゃん。いますね。まあ、セーブしつつ。まあ、いや、はい！といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。歌をがうまい、沙織さんまですよね、多分ね。が、いましたけども。まあ、あの子供の絡みも今後あるんでしょうな。あと、お嬢様がどうしても見つからないと言ってたけど、旦那様とかね。そもそも、最初にね、ガンで亡くなった奥様とかも出てくるのかな。まあ、それはわかりませんけども、今後の展開が楽しみですね。はい。それではまたお会いしましょう。ではまた。We'll be right back.